柱の下側の人たち ESFP の紹介から、パフォーマンスは ESFP にとって、はい、パフォーマンスは他の人を楽しませるためにショーまたはデモンストレーションを行うことであり、 ESFP はタイプの中で自然なパフォーマーであり、世界全体が舞台だと言える人たちだと。陽気で楽しい性格を持つこれらの表現豊かなアーティザン SP の主な社交の興味は、周りの人々を刺激し彼らの感覚と愉快な感情を喚起することにあると。仕事でも友達でも家族とでも、これらのパフォーマー SP は ESFP はその伝染性のある陽気なユーモアと生きる喜びで他の人々の気持ちを高めることができますと。こういうのが本当に、僕多分これを見てね、はい、僕は ESFP だってやってたのかなって思ってます。はい、はい、ESFP はプラトンの言うアーティザン、職人ですね。アリストテレスの言うヘドニスト、このヘドニストというのは快楽主義者ですね、ギリシャ語での編集として他の SP とはほとんど変わらないと。なんでまあ歌詞は基本気質が主なので、はい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 、この4つはもう基本ほとんど変わらないと、はいはい、で全ての SP アーティザンのように ESFP はコミュニケーションが具体的で、ツールの使用、ツールっていうのは言葉ですね、言葉の使い方が実用的ですと。彼らは芸術や工芸について学び、技術に夢中になり、機械のこと、マシンですね、機器とよく合いますと。彼らの傾向としては享楽的で楽観的で皮肉っぽく、現在に焦点を当てています。彼らは芸術的で大胆で適応力があるとみなされていますと。興奮しやすく、インパクトを求め、感覚を追求し、寛大さを重視し、優れた技術を目指しています、思考しています。僕やっぱちょっとこんなに明るくないですか。はい、わかんないですけど、ここに入ってたかったなって、はい、思うんですけど、パフォーマーで、はい、ポリゴンのやつだと、はい、ポリゴン16タイプだと、はい、だいたいここに入るんですよ ESFP で、はい、まあ、エンターティナーっていう、はい、で遅やねって思うんですけど、はい、カーシーのやつを読むと、はい、そこまで吹っ切ってない、うん、あのこの人たちアクセル全開じゃないですか、はい、ドーンってアクセル踏んで、うん、ドーンってブレーキ踏むじゃないですか、はい、SP ですからね。そう、僕それじゃないなって、はい、ちょっとずつちょっとずつギアを上げていくよなって、はい、って思ったりします。すいません、はい、でこのパフォーマーはだいたいこの人口分布的に非常に多く、人口の約 10% 以上を占めていると。これは幸運なことだと。なぜなら彼らは多くの人々に喜びをもたらすからだと。彼らは観客相手に演じることの興奮を愛し、どこにいてもショータイムの雰囲気を作り出そうとしますと。彼らは一人でいることを好まず、できるだけ他の人と一緒にいたがる。ああ、そうなんだ。通常はそれが実現するでしょうと。なぜなら彼らは素晴らしい遊び相手だからだと。活発で機知に富んだ会話の得意な人で、常に最新のジョークいやそういう話題を知っているようで、皮肉や言葉遊びにも長けています。真剣で神聖なものでも彼らにとって冗談にできないものはありませんと。パフォーマーはまた早いレーンで生きることを好み、はい、最新のファッション、食べ物、飲み物、エンターテインメントに流行にも詳しいようですと。シックな新しいファッション、人気のナイトクラブ、ホットな新しい音楽にも通じていますと。エネルギッシュで抑制されていない ESFP はどこに行っても食べて飲んで楽しんでというムードを作り出し、彼らの周りの生活は絶え間ないパーティーのような雰囲気が漂っていますと。まあいますね、そういう人ね。はいはい、いますね。いいなと思って見てますからね私。はい、やっぱそういうところに入ると、うん、無口です僕は。はい、なんでしょうねこれは。ちょっとこの人の闇が見たいんですけど、はい、出てきますかね。
続けます、はい、こんな勝ち組じゃないですか、こんな卑怯ですよね。勝ち組ってわけでもないですよ。ちょっとじゃあ、はい、ここからすいません。パフォーマー ESFP が人生を楽しむ才能はほとんどの場合において健康的ですが、同時に他のタイプよりも、誘惑に敏感になる傾向がありますと。あ、この辺ですね。ESFP は衝動的で自己放任的な傾向があり、それが彼らを誘惑に弱くし、他人の願いやその瞬間の欲望に簡単に屈することがありますと。パフォーマーにとって快楽は目的そのものであり、多様性が人生のスパイスであるため、彼らはほぼ何でも試してみることに惹かれていますと。結果に対する十分な考慮を払わずに、長い時間を約束するものならほとんど何でも試してしまうことがありますと。ほとんどの場合、将来のために良いと思うことよりもその瞬間に感じることを優先し、経験として受け入れたり、物事がうまくいかなければ他の誰かのせいにしたりしますと、うん、ここちょっとあの NF と違うなと思うのは、はい、NF は信じやすい人たち、はい、人は性善説、はい、いい人に決まってる、うん、この人が騙すわけがない、はい、みたいな感じで何かその悪い方に行くのかなって思うんですけど、はい、この人は享楽的というか、はい、気持ちよさそうとか楽しい、楽しい、はい、ちょっと悪いこと、法を犯すことでも、はい、楽しそうだし、はい、バレなそうだ、まあ、法を犯すとかもあるし、あのギャンブルとかリスクも伴うみたいな。なるほど、はい、大王製紙の、はい、あ、はいはいはい、あの百何億溶かしたみたいな、はい、あんな感じですね。いっちゃえみたいな感じじゃないですか。はい、はい、あの人も SP タイプでしょうね、うん、なんその誘惑に勝てないみたいな感じじゃないですか。あれ楽しそうと思ったら絶対やりたいみたいな。そうですね、はい、全く寝ずにやってたらしいですからね、うんうん、パフォーマー、この ESFP のパフォーマーたちは生活が彼らにとって簡単な時に非常にうまくやっていますと。彼らは自分たちが厄介な状況に巻き込まれないようにしています。彼らの不安に対する体制はごめんなさい、この不安に対する体制は全てのタイプの中で最も低く、できるだけ不幸な状況の不快さを無視して心配やトラブルを避けようとしますと、うん、エニアグラムのタイプ7ですね、はいはい、彼らのモットーは常に明るい側面を見ることであり、はい、例えばこの仕事恋愛関係で緊張感のある複雑な状況に耐えなければならない場合でも波風を立てずに何かに抗ったりってする苦しそうなところ、そういうショーを見せることはありませんと、うん、大丈夫なんとかなる、はいはい、なんかあったら誰かのせい、はい、みたいな感じなんですかね、うんうん、彼らは外面上は心配そうに見えるかもしれませんが、その後自分が楽しむことをするでしょうと、うん、ESFP は全てのタイプの中で最も寛大で親切さでは ISFP に次ぐ位置にいますと、うん、あ、この辺からもね、はい、僕自分が違うなって思うんですよ。はい、というと、いや、この ESFP だなって思う人たちって、うんうん、心底なんですよね。ん？心底、はいはいはい、親切に見えるんですよ、はい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 、何かをやってあげるっていう時は、はい、損得とかじゃなくて楽しいですもんね。なるほどね、そこなんでしょうね多分。この楽しさを求めるから、はい、なんかやってあげる時も相手に楽しませようって話ですよね。このなんか使命感とか、はい、達成感とか、はい、俺がやらなきゃとか、はい、そういうのじゃないんですよね。意味とか、うん、はいはいはい、楽しい見返りとかもそういうのでもないですもんね。その見返りも楽しさの見返りだから明るい空気にしたいみたいなところじゃないですか。この沈んだ空気を明るくしたいみたいな。なるほど、はい、これなんか喧嘩が嫌だからっていう理由でもないですもんね。はい、その、まあ、喧嘩が嫌、まあ、ネガティブな空気感が嫌なんじゃないですか。楽観的、もう楽観的にパリピですよ、パリピ。明るい側面だけ見ていたいと、はい、なんで、まあ、この辺からもねちょっとやっぱ違うなって自分は感じたりするんですけど、うん、皆さんいかがでしょうかと。彼らの体の中には意地悪やケチな骨がないと。はい、そういう骨はないんだと、うん、彼らのものはあなたのもの、そして節約や保守の考え、うん、守るっていうのは
ほとんどないように見えますと、うん、これらの SP アーティザンは人生を彼らがクリエイティブ創造または確保するために努力を必要としない無限の喜びの供給源とみなしていますと。彼らにとって人生っていうのはこの創造するためには何か努力しなきゃっていうのが必要ないんだと、うん、はいはい、どんどんそれは湧いてくるものだ、うんうん、本当そんなこと思ってるんですかね。その努力が苦手っていうのは分かりますよ。僕も必要っていうのも分かりますよね。必要っていうか努力しなきゃっていうとできないので、努力せずにできる方法、あ、まあ、要は楽しむみたいな。努力も気持ちいい時ってあるじゃないですか、はい、あ、その状態にしないといけないみたいな感じです。あの頑張ってもうやりたくないことを頑張ってやるっていうのは苦手なので、これをやりたい状態にしなきゃいけないみたいな。あ、なんかそのルーティン決めて、はい、これをやればやるっていう、いい点数取るために勉強を毎日1時間やるみたいなのは無理なんですよ、はい、なるほど。この1時間やることをゲームのようにしなきゃいけないみたいなところですよ。そこ、はい、マインド作りから始まるんですね、はい、そこをしないとなんかできないみたいな、努力ができない。なるほど。だから努力を努力じゃないような形にしなきゃいけないみたいな。なるほど、はい、基本的には共同体思考であり、彼らは報酬を期待せず待っているものを全ての人に提供します。まるで愛を自由に与え、何も見返りを期待せずにいますと。なるほど、はい。でパフォーマーは感情豊かで愛情深い人々であり、感情を隠すことや口を閉ざすことはできませんと。感情が表面に非常に近いため、いつも心をさらけ出しているようで、簡単に恋に落ち、衝動的に、そして常に初めてのように恋をしますと。誰でも喜ばせようとする意志が強いため、パフォーマーは他のタイプには気まぐれであり、時に軽薄に見えることがあるが、実際には単に人生の富を他の人と分かち合ってるだけですと、はい、要は恋ってこんなに気持ちいいんだからお前も気持ちいいだろ、はい、って本当に思ってるんでしょうね、うんうん、それは幸せもんだよ、はい、なるほど。彼らはクラスメートに気前よくふざけたりおどけたりすることでしばしば人気がありますが、パフォーマーは学校や学問的な追求に深く興味は持っていませんと。準備やスケジュール、成績には全く関心を持っていないが、 ISTP とは異なり、 ESFP は通常教師に敵意を抱いているわけではありませんと、うん、ISTP は敵意なんですね教師に対しては。はい、あ、まあ、なんかやりたくないことをさせる、言ってくるからね、はい、させてく、はい、させようとしてくるからね、はい、なんか学習障害って言われたじゃないですかあ、全く違うことやるから、はい、無視して全く違うことやるからみたいな。なるほど、まあ、教師からすると敵意に見えますよね。教師からするとっていうか、こっちからすると敵意って話ですけどね。なるほど、はい、じゃあ敵意の両思いなわけですね、はいはい、そしてパフォーマー ESFP は有効的な方法で教室のアジェンダに従い、ただし提出する、案件仕事は教師が期待するような努力を示さないと。この辺は言えて妙ですね、はい、パフォーマーは学校に我慢強く通い、スポーツ、音楽、演劇、そして特に友達との遊びで楽しみを見つけますと。しかし他のアーティザンと同様に、伝統的な学校はパフォーマーにとって主に時間の無駄ですと。だってやりたいことが できないんだ、はい、彼らは知識が欲しいのは今ここで実用的なことをするためだけですと、はい、これだけが勉強したいのに、うん、社会とか理科とか、はい、こういうのもやれって、習字もやれって言ってくるみたいな、はいはい、なんか目的があるんですよ。あ、もう僕の ISTP の場合はですけどね。あ、でももう SP はほとんど変わんないんですって、はい、はい、目的があるんで、これを身につけたいっていう目的があるからそれを勉強したいのにみたいな話ですよね。なんかあのホリエモンさんも最近言ってますけど、はい、高校なんて行くなっていうのを言ってるのはこれなんですよ、はい、要はもう勉強したいことが見つかったら、はい、それだけをやればいいのに、はい、高校ってこんだけやるだろ、はいはいはい、これ時間の無駄だよね、うんうん、っていうのをしきりに言ってるんです、ね、はい、で、まあ、SP は特にな感じはしますけど ね、 そうですね、無理してできないので、はい、もう下の方にいるだけじゃないですかでもなんか NF から見ると、はい、いや、はい、教養じゃないですかと、はい、こことここが結ばる時もありますよって、うん、でそれが教養が身につけばいいですよって話じゃないですか。
無理やりやらせて、身につけばいいけど無理やりやらされてるから身についてないって話ですよね。なるほど。そうするとホリエモンが言うそれ無駄じゃないかって話じゃないですか。ジョブズは何タイプなんですかね。ジョブズは分かんないですよ。 NT じゃないですか。ああ、そ、なんかあの人はコネクティングドットだって言うじゃないですか、はい、こことここをつなぐんだと。はいはいはい。要は大学辞めて、はい、SP ですかね。あ、なるほど。今 NF 軍に入れようとしたんですけどあれとは違いますよね、確かに。ああ、でも悟りとか言ってますからね。いや、なんかあれを使ってる感じですけどね、うん、禅を、はいはい、職業において、これ職業編ですね、はい、職業において ESFP は人を楽しませることが好きであり、したがって演芸に惹かれステージでの興奮やスポットライトの中での活躍を楽しんでいますと。しかし、より魅力的でない仕事においても孤独な技術職よりもアクティブな人間関係の仕事を好みますと。そのため科学やエンジニアリングを避けビジネスに思考傾向があり、特に有形の商品、形のある商品を売ることに長けていると。例えばパフォーマーは不動産エージェントとして非常に効果的であり、クライアントと物件の両方を絶えず無理なくスキャンし情報を収集して人を物件に合わせるのに、そういうのも得意だと。これらのアーティザン SP は人と働くのが好きで広報活動に優れており、社交性と適応力があるため人付き合いがしやすく周りにいて楽しい存在ですと。彼らは効果的な教師であり、特に初等レベルで優れています。また危機的な状況で人と協力するのが得意であり、この才能はしばしば社会福祉の分野に導かれ、特に小さな子どもたちの痛みと苦しみに非常に敏感です。 ESFP はこの ESFP 自体も子どものようであり、おそらくこれがこの ESFP と子どもたちの感情がこの非常にリンクしている、敏感である理由でありますと。この社交的で口数の多いアーティザンであるパフォーマー ESFP ですね、興奮させ楽しませる、しかし多少予測不可能な楽しませ方ってことなんですかね、うん、なので、まあ、そういうパートナーや親となりますが、これは彼らの家族にかなり不安をもたらすかもしれませんと。彼らは楽しいもの、服、宝石、スポーツカー、バケーションにお金を使うことが好きで、家族の必需品にあまり考えを払わずにクレジットカードの限度額を衝動的に使い切ることがありますと。 ESFP は自宅が楽しい雰囲気で満たされている時に最も幸せであり、パーティーを引っ張る ESFP がパーティーを繰り広げ歓迎しからかい笑いますと。このような一般的な賑やかな雰囲気では家族の問題は出てくることはありませんと。パフォーマーは墓地のそばをごめんなさいね、パフォーマーは墓地のそばをホイッスルを吹きながら歩くことを好み、しばしばパートナーの不満や子供たちの安定への必要性を認識せずにいますと。パフォーマーはパートナーや子供に対して温かく寛大で愛情深い友達にはなりますが、これらの関係、この家族関係を深刻に考えることは期待できませんと、はい、墓地の横をホイッスルを吹きながらピッピピッピ歩く人たちですから、うん、楽しませんみたいな、パパちょっと、はい、いいじゃん楽しめば、はいはい、っていう感じなんでしょうね。最近オンラインで仲良くしてもらってる ESFP 主婦、INTP な私にはとても居心地がいいと。なるほど。 SP と NT は功利主義者同士で会うでしょうね、はい、INTJ は距離を詰めるのが苦手ですが、 ISFP は躊躇なく土足で、まあ土足でって書いてないけど、はい、容易にそれを超えてくる感じはしますよね、はい、僕も羨ましいと思います。ポジティブ思考、うん、耐え忍ぶのはまあ苦手なんでしょうね、うん、あのエニアグラムのタイプ7ですもんね、はい、あの人たちは何て思ってるんでしたっけ、まあ、あれは囚われですからね。まあこれも囚われですよね、まあ、なんか新しいものを手に入れてないとっていう囚われですよね。ああ。7的にこういう人たちも明るい面を見てないと不安っていうことですよね、かもしれない、はい、はい。
努力が苦手だから工夫やアイデアが生まれるんですねと。あ、まあ、そういう側面もありますよね。教師はルール強要するのでするのが嫌でしたと、うん、でもなんかあれが仕事じゃんって思うと、仕事でも嫌ですもんね。なんかでもこれで平和が保たれてる部分があるよって思うと、まあ従っとけばいいかってなりません、はい、それはだからやりたいことを我慢させられるかどうかですにかかってくるって話ですよね。でもいや分かってみんな高校入ってるじゃんって思うんですよ。でも破れるのも分かってますまあこの辺、はいはい、いろんな人がいますよね、はいはい、だからもう絶対破れないルールは破らないですよ。ああはいはいはい。ジョブズは ENTJ 説 ISTP 説、ああ、はい、なるほど。